りした。新しく開発したスイートフラワーの名前について考えているときに突然話しかけないで。あれ、興味があるの？今度見せてあげるよ、絶対ね。はい、皆さんこんにちは、スクロース役の藤田あかねです。まずは一番最初に出たすごく広い風景のところに主人公だったかな、立ってるあの絵を見て、まず本当に広いって思って、私正直こういうなんて言うんですかね、自分で、自分の分身である主人公を操作してやるゲームっていうのをあんまりやり慣れていなくて、こう十字キーで前横横横横みたいな感じのゲームなら何かやったことがあるんですけど、そういうのはやり慣れてなくて、あんなに広い世界がまず本当にあるのかっていうのが、どんな感じなんだろうっていうふうに思っていて、で先ほどちょっと触らせていただいたりとかもしまして、本当にマップの奥に見えている崖とか建物が、そのただ風景として存在しているだけじゃなくって、歩いて走って飛んでいったら本当にそこにその建物とか、山とかがあるっていうのがまず本当にびっくりしまして、もしかしたら皆さんにとっては普通のことなのかもしれないんですけど、オープンワールド型 RPG っていうんですかね、あれをちょっと自分で実際に触ってみて大変驚いたところでしたね。私は先ほどはスマートフォンでやらせてもらったんですけど、結構そのやり慣れないながらもこうどっち結構そのぐるぐるぐるってなっちゃうことはあったんですけど、普通にやり慣れてなくても全然前に進んでとか、あとボタンのピョンって跳ねるジャンプ、攻撃とか位置さえ覚えちゃえば結構楽しくやれて、しかも直感的にできるなっていうのがすごい思いまして、あとはキャラごとにちょっと後でね、好きなキャラとかのこともちょこっと喋りたいんですけど、モーションが、もちろん武器とかも違うのでそれぞれにそのモーションもあるんですけど、そのモーションとかもそれぞれにこう、身長ちっちゃい子とか大きい子とかいろいろですけど、大ぶりなものとか可愛さとかが全然違っていて、キャラごとのそういう動きっていうのがすごく特徴的なゲームだなというふうに思っております。最初にいただいた絵では耳がどうやら生えているぞっていうのが見えて、で、ショートカットで下のお洋服がなんだかちょっとこう短いなみたいな感じをちょっと思ったんですけど、最初私そのビジュアルを見てちょっとボーイッシュなのかなっていうふうに思ってたんですね。っていうのも、スクロースは研究が大好きで、ちょっとこう好きなもののことになると熱くなっちゃうっていうところがあったりするっていうのが、ちょっとこう私からすると男の子っぽいかなっていうところがあって思ってたんですけど、行って収録をしたら、その時収録の時にもちょこっとゲームの画面を見せてもらったんですけど、後ろになんかちゃんと毛がこうシュルシュルシュルってなって可愛いペタバがあったりとかして、あと掛け合いをしている、アルベド先生とかとね掛け合いをしてますけどとか、あと主人公くんとかと好きなものをバーって話す時とか、でも最初はちょっとこう人見知りなのでハワワってなっちゃって、来ないでとかって言っちゃうんですけど、でもその後今来ないでって言ったんですけどそうじゃなくってとか取り繕うとかところとかを見てると可愛さもやっぱりあって、はい、ディレクションとかもいただいて、ちょっとそういう男の子っぽい感じというよりは可愛らしい方にちょっとスクロースを作っていったかなというところは、収録前後でちょっと私の印象とは変わった部分かなというふうに思ってますね。似てる部分はそうだな、人見知りっていうところはもしかしたら似てるかもしれないなと思いますね。でもそれより他の部分はやっぱスクロースの方がすごいなって思うところの方が多いですかね。まず骨が好きでね、研究熱心とかっていうところ、私あんまりその一つのことにギュって没頭することとかがあんまりないので、それはスクロースすごいなって思うのと、あと、最初は人見知りですけど、あれどうやらちょっと
私の研究に興味があったり骨に興味があったりみたいなことを思うと、人に対してこうなのこうなのこれがあの骨でね、骨があの骨でねみたいなのを説明しだすんですけど、自分の好きなものをそういうふうに人にわーって言えるっていうところがすごい可愛らしくてすごいところだなっていうふうに思うんですね。私あんまりそういう自分の好きなものとかを人に上手に説明したりとかができないので、そういうところは、私とスクロースの違うところではありますけど、スクロースのすごいところかつちょっと残念でも可愛らしいところかなっていうふうに思いますね。気になるキャラですか。なんせ私小さな女の子が好きでして、やっぱりまず見た目ってなるとクレイとかナナが好きで、そのさっきちょっと触らせてもらった時にもクレイとナナのモーションというかの 3D のやつを見させてもらったんですけど、あのね、なんて言うんですかね、ちゃんとそのプニってしたくなるお肌とかお手手足をしてて、すごくそこが可愛くて、もうね、あのね、声優さんの発表とかをされた時に皆さんツイッターとかのね、あの画像をご覧になってるかとは思うんですけど、ナナちゃんのその立ち絵っていうんですかね、こうなってる絵があるんですけど、手がここを描いた人神だなと思うんですね。このわかりますかね、ここのね、なんて言うんですか、上腕はこっちか、この腕のこの部分がほんとなんか刺さるなっていう感じの絵をしていて、でこの発表の時の絵って上半身だけだと思うんですけど、足まで見るとですね、足もさらにその絶対その現実ではやりませんよ、ういってしたくなる感じの足をしていて、大変そのキャラクターの、3D もすごい可愛らしい感じになっているので、その2キャラは気になるなというのと、もちろんアルベド先生はね、私たちは、スクロース絡みがあるので、アルベド先生のことも気になるキャラクターではありますね。あとは、パイモンちゃんがね、ゲーム内ではもちろんだと思うんですけど、ツイッターで、4コマみたいなのが上がっておりまして、なんかそのゲーム内のパイモンちゃんとはまたちょっとあれこんな部分あるんだみたいなのが4コマで見られたりして、ちょっとなんて言うんですかね、チピッとしたキャラになって面白いことをする4コマとかが結構好きなので、でもきっとお話とかキャラクター性にはのっとってると思うので、じゃあパイモンちゃん本当はあんなキャラなのかなって思うと、そしてゲームをまたやったりするとちょっとそれは気になるキャラクターになってくるなというところで、パイモンちゃんも可愛らしいなと思っております。やっぱあんだけ広いところを本当にすごく景色が綺麗なので、何せ本当にいろんな国があったりするので、それぞれでいろんなところで雰囲気は違ったりとか、かけていてもなんだっけ、綿毛がね、タンポポの綿毛あったりとか、なんかこういろんな植物が生えてたりとかするので、そうだな、そういう草原とか山とか、いい景色のところを、いい景色のところを飛ぶっていうのが、もしオープンワールドの世界で旅をするんだとしたらやってみたいかな。あとは普通になんか焚き火とかしてみたいなあんまり大きくなってからそういうことしないからさ、ああいう自然がいっぱいでいろんな場所場所で雰囲気が違ってっていうところで、旅をしながら、ほんとバッグ1個で旅してキャンプしながらちょっと各地を巡るみたいなことをやってみたいなと思いますね。皆さんもうすでに原神楽しんでいらっしゃるとは思うんですが、まだという方はぜひこれから始めていただいて、ぜひぜひ旅人さんになっていただければなと思います。スクロースどこで出てくるかな、わからないですか、どこかできっと出会えると思いますので、皆さんプレイして楽しんでいただければなと思います。今後も原神そしてスクロースのことをよろしくお願いします。